家から20分ぐらい来ました。行き先は船橋の市場です。どんな幸せが待ってんでしょうか。こっからでいいんじゃない、邪魔になんなければ。マルデン水産神社なの、マルジンか。タイ専門店。これが噂のアワビ。アワビだね。サザエ、ホッキ貝、ネギトロもある。そうで、ね。すごいわね。日本の。こんにちは。ありがとうございます。なんかアワビ、超いいのあるんだけど、あら、お兄さん、あ、そうなんだ、ありがとうございます。この間ホタテだったよって、そう、この間ホタテ3泊か。そう、でも、なんか今日もアワビで、そうなんですけどね、すごい大きいね、結構品物いいです。なかなか縁がないから食い方もわかんないもんでさ、これはもうお塩で煮くもんでちょっと締まるから、そして30分ぐらい置いといてもらって、で締まって硬くなったら、あのスプーンで水洗いしてからね、ちょっとアクが出るんで水洗いして、で薄くもんで薄く切って、焼く場合はもまあ塩でやって、もったいないよ、もったいないよね、刺身だから。5つあれば十分です。じゃあ5つください、はいはい、大きさこのぐらいでいいですか。はい、大きいかちっちゃめか、どっちが美味しいのかな。いや、美味しいのは別に。あ、本当一緒です、全部。じゃあほどほどのやつを、いいですか。このくらい、5個、5つください、はい、近くなんですか。浜町です。浜町？あ、七湖の方がずっと歩いてきた。七湖？七湖のあたりで。じゃあここからまっすぐなら大丈夫ですか？川沿いずっと。意外に近かった。じゃあもらいます。はい、すいません。はい。うわ、やったー、すごい。今日はね、こういうホタテが入ったんですよ。やっぱりみんなおさめでね、結構頼まれて、ウニも入って。今日はつぶばっか、こんなちっちゃい、この間のはね、なんかすごい三鷹さん買ってくれた大きいの、でも今日、しけちゃって北海道でもしけですよ。そういう感じでね、大荒れっつってたもんね。なのでまた、すいません、その日によっていろいろなんです。すいません、はい、ありがとうございます。時間はこれくらいでも大丈夫ですか。大丈夫です、全然 OK で、コロナであれでしょ。大変ですよね。気をつけて。ありがとうございます。どうもありがとうございました。よろしく。はい、すいません。100グラム200円だってよ。すごい頭がある。美味しそう、あのネギトロみたいな。もう1000円1000円なのこれ、書いてあるよ、ほら。でもそれ手前でしょ。うん、こんにちは。あのネギトロっぽいのも、あれも1000円、あれも1000円、はい、もちろんでしょう。あれがいい、それ手前の、任せる、それは。でも私ネギトロがいい。はい、じゃあ、すいません、ありがとうございます。はい、どうも。どうも。かかってこ。うん、かかってこ。
次から次に買ったって。あとね、今日はこれ安いですよ。座席を目抜けはないよ。座席は300円に行って。じゃあ1個ここ、うん、じゃあ700円で、はい、はい、すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。どうもターレ試乗会はやってないのか。一番祭りの時だけか。どこにどう渡ったらいいの。ご飯屋さん撮ってたよ。うん、ご飯にしよう。お寿司屋さん、本日の日替わり、イカ明太白身、うな丼も安いね、酢飯。うーん、3個、本当だ。日替わりかな、これかな、はい、どう。おはようございます。よいしょ。僕が食べたのは日替わり丼、6種類入ってましてね、1000円でした。で、なんとなんとなんと、かみさんは船橋市場丼、ご飯少なめで頼んだのでこうですが、他の人のはね、もう上が溢れてました。はい、お寿司屋さんで丼食べてきました。また来ます。